はい、エブリン、元気ですかということでね、えー、今回、まあ、見ての通りね、まあ、ティアリストの動画となってるんですけど、今回のティアリストはね、えー、まあサムネイルの方を見たら分かると思うんですけど、皆さんのエネルギーレベルを爆上げしてくれる要素、トップ10をね、ティア別には分けていこうと思います。まあ今ね、えー、まあ若者、まあ、若者っつっても、まあなんだろう、18から22歳とか、僕ぐらいの年齢の人とかだったらね、えー、もう無限にエネルギーがあってもおかしくないような、ね、年齢なのに、もうね、 ダダララで何もねやる気が起きない生産性のあることに一切手をつけずにね一日中ソファーで寝っ転がってネットフリックス見たりとか口ポカンってあげてねアホみたいにコーンハーブ一日中見てねこれしたりとかマック片手に XBOX ね一日中遊んでたりとかもう今の若者はねもう自らね自分のエネルギーレベルを下げにいってる人ね多いと思いますもう20代代いや30代だってね 狙ってなくたって偶然でシックスパックなんてね、できてるべきですし、素手で地球の、ね、中心を真っ二つにできてもね、おかしくないぐらいのエネルギーはね、持ってるべきです。周りがこんなにも雑魚しかいない中、今から話すね、このティアリストを見ることによって、あなたはね、今まで以上にエネルギーレベルが上がって、今まで以上にね、お金も稼げるようになりますし、今まで以上にね、えー、ジムにもっと頻繁に行くようになりますし、今まで以上にね、より頭がよくね、働くようになって、 結果的にね、あなたにも可愛い彼女ができるでしょう。なので可愛い彼女が欲しくて、地球の中心を素手で真っ二つにしたい人、最後までぜひこの動画見てください。で、今回のテアリストですね、いつもと変わらずに、神、最高、普通、クソ、クソゴミ、この5つのテアにね、分けていきます。で、今回ね、ティアに分けていく要素なんですけども、まあ、こちらですね、えー、タンパク質、脂質、炭水化物、水分、食物繊維、ビタミン、ミネラル、えー、ナイトロジン、窒素、あとは、えー、 カフェイン摂取ですね、えー。カフェイン摂取だから、まあ、コーヒー飲んだりとか、えー、エナジードリンク飲んだりだとか。であとは原料。アルコール。アルコールなんて誰が飲むんだって感じなんですけど、まあ、今回です、ねまあ、考えられる体に、ねえー、ぶち込む要素、まあ、体にぶち込んでエネルギーを、ねえー、上げていく要素を、まあ、用意しました。まあ、ライフスタイルとかも、ねえー、入れようと思ったんですけど、まあ、ちょっと、ね、こんがらがっちゃうんで、まあ、今回は、ねえーまあ、食事のみでエネルギーレベルを上げる要素をご用意しました。でまず最初にタンパク質摂取です。 もうタンパク質摂取はね皆さんのエネルギーレベルを上げるにおいてもう最高ティアです皆さんの遺伝伝達物質であるドーパミンだったりノルアドレナリンっていうのは非必須アミノ酸の一つであるチロシンからできてますでこのチロシンをね十分に摂取するためには食事からでしか摂取できない必須アミノ酸の一つであるフェニルアラニンがね、必要となってきます肝臓でフェニルアラニンがねチロシンに変換されますからだからねタンパク質摂取が行っていると 皆さんの、ね、精神を高揚させる効果だったりとか記憶力を高める機能が、ね、下がるので皆さんのエネルギーレベルを上げるにおいてタンパク質摂取というのは、ね、めちゃめちゃ重要になってきますあと、ね、筋トレしている人とかだったらタンパク質合成を、ね、一日何回も刺激したりとかしているのでそういった面でも、ね、十分にタンパク質を摂取するのは、ね、めちゃめちゃ重要ですということで、ね、タンパク質摂取最高テアでしたでは続きまして脂質摂取です脂質摂取 これ最高ティアです。皆さんねテストステロンとかビタミン D っていうのは体内でね、コレステロールを原料として合成されますなので、ね、脂質摂取が十分でない場合テストステロンもね、高く保てないですしビタミン D もね、摂取できませんそしてね、脂質が足りていないと、まあ、重要なね、ビタミンとかも吸収できないので そういった面でもね、脂質摂取っていうのはね、めちゃめちゃ重要となってきます。で、テストステロンとかビタミンとかがね、皆さんのエネルギーレベルを上げるにおいて重要かどうかっていうのはね、もう言うまでもないですね。なので、これは最高ティアです。よし、次。炭水化物摂取ですね。これはね、人にちょっと寄ったりするので、これは普通にしときます。もしね、めちゃくちゃ超高強度でね、有酸素やってたりとか、ヒットやってたりとか、あとはね、全身運動をね、めちゃくちゃやってたりだとか、そういった人だったら、まあ、最高ティアにね、 したいですけど、まあ、もしね、えー、まあケトジェニックダイエットとかをやってて、まあ、脂質をね、えー、エネルギー源にしてる場合は、まあ、めちゃくちゃねもう超運動量が多い人じゃない限りり、まあ、別にね、えー、問題ないですでもね、えー、めちゃくちゃ運動量が多くて、まあ、めちゃくちゃね有酸素高強度でやってたりとかしたら炭水化物ね十分に摂取できないと。 まあ結構ね気分とかが下がったりとかエネルギーがね下がっちゃったりするのでそういった場合はね炭水化物摂取はね最高になってくるんですけどまあ、別にね必ずしもまあめちゃくちゃね高強度な有酸素運動やってないよって人とかだったらね特に問題ないのでまあ、これはね普通ティアにしますでは続きまして水分補給です僕ねこの動画を撮りながらもしっかりとねこのステンレスの入れ物でピンクソルト入れてね水分補給して、まあ、なんでね直縮動画止めてションベイ行ってるんですけどまあこれどうでしょう これはもう神中の神ティアです。もういくつもの研究でねほとんどの人類が水分不足だっていうねこと消滅されてます考えてみてください皆さんの脳みそも水必要消化機能も水が必要筋肉はほとんど水血液もほとんど水皆さんボディビルダーとかアスリートとかじゃなくたって水分補給はねめちゃくちゃ重要です気分がね、あまり上がらない時気分がちょっとクソな時とか最後ねえちゃんと水飲んだのいつだっていうふうに思い返してみてください 現代人ね、水飲まない人多すぎます。デスクワークしながら、皆さん、手に持っているのはね、コーヒーじゃないですか。コーヒーなんてね、脱水ですから、もう余計ね、水分が必要となってます。皆さんの体は脱水状態ではね、しっかりと機能しません。もうアスリートならね、なおさらめちゃくちゃね、汗かきまくってるから。一般人でもね、できるだけ2から3リットルぐらいはね、一日水飲むようにしましょう。水をね、しっかりと摂取する。これはもう間違いなく神手アです。では続きまして、ビタミン、ミネラルですね。 もうビタミミン、ミネラル、皆さんの、ね、エネルギーレベルを上げるにおいてもうこの中のリストでも、ね、ずば抜けで重要となってくるのでもうこれね、カミィアです。皆さんのエネルギーレベルはもうビタミン、ミネラルで、ね、ほぼほぼ決まってきますどうですか皆さん十分にマグネシウム取れてますかしっかりと水分補給をできるためにナトリウム摂取できてますかエネルギー酸性のためにビタミン B しっかりと摂取できてますか ビタミン、ミネラルね、取れてないと、もうエネルギーレベルもね、クソもないです。皆さん、日頃何食ってるかね、見返してみてください。それでね、ビタミン、ミネラル、十分に足りてないなら、しっかりとね、十分に摂取できるミールプランにね、今すぐ変えてください。血球もちゃんと酸性されなくなっちゃうし、ミトコンドリアの機能もね、下がってしまいます。なので皆さん、今一度、自分たちがね、しっかりとビタミン、ミネラル足りてるかね、思い返してみて、足りてないならね、今すぐエネルギーレベルをブーストさせるために、取り始めてください。 っていうことでね、えー、ビタミンミネラルこれ神ティアでしたはで続きまして窒素一酸化窒素ですね、えー、これら最高ティアですシトルリ,リンとかアルギニンとかはね窒素っていうのは皆さんの血管を拡張してしなやかにして皆さんのね血管を安定させてくれますってことはねジムでも最高のパンプを得られますしそれと同時にね血流がより脳にね行くようになりますので皆さんのね精神を高揚させてくれて 結果的にエネルギーレベルを爆上げさせてくれますなのでちゃんと野菜果物はね十分に摂取するようにしましょうということで最高ティアでしたでは続きまして食物繊維これも最高ですね食物繊維しっかりと取れてないと便秘になりやすかったりだとかあとはタンパク質のところでちょっと話した感情を支配させるような脳内伝達物質ドーパミンセルトリンノルアドレナリンこういったものは皆さんの腸で作られますだからもし あー俺うつ病だっていうふうに思ってるなら日頃何を食ってるか見返してみてください栄養価値の低い食物繊維がほぼないラーメンだったりとかマックとかのジャンクフードばっかり食っているようだったらもう自分からねうつ病になりにいってるようなもんですうつ病が存在しないとは一言も言ってないですよだけど特に人生で何も悲劇的なことが起きてないのに毎日気分がダウンだ何もやる気が起きないっていうふうに思ってるなら今一度何を日頃食ってるか見直してみましょう 食物繊維だったりとか、あとは発酵食品の摂取ってのは、めちゃくちゃね、思ってる以上に皆さん重要です。なので、十分に発酵食品とかプロバイオティックをとって、エネルギーレベルをね、高く保ちましょう。これは最高ティアです。はい、で、続きまして、カフェイン摂取。コーヒー、エナジードリンクとかをまあ飲むっていう行為自体じゃなくて、もう必要としてるですね。エナジードリンク、コーヒーを飲まないと仕事に集中できない。また、家を出て筋トレ行く気にならないみたいな感じの症状ですね。これはクソティアです。 もしね、カフェインがないと仕事ができない、カフェインがないとトレーニングできないみたいな感じなら、おそらくね、前日に、まあ、他のね、基本的な要素を怠ってしまったっていう場合が多いですね。もちろんトレーニングだったり仕事のね、クオリティを上げたいっていうふうに思って、全然ね、エネルギーあるけど、そこからね、カフェインだったりとかプレワークアウトを取るっていうのはね、めちゃくちゃいいです。てか、なんならね、僕もめちゃくちゃプレワークアウトを取りますし、コーヒーもね、飲みます。だからといって別にね、それらがなかったらトレーニングハードにできない、またね、仕事にフォーカスできないとか、 そういうわけではね、僕はないです。なのでね、えもし必要としてる、プレワークアウトを必要としてる、プレワークアウトを飲まないとね、ベッドから起き上がれない。それはね、問題です。 プレワークアウトですから、プレライフじゃないですからね。まあですけど、結局皆さん人間なんでね、常に何でも完璧にこなすってのは不可能なんで、もしね、前日にちょっとアルコール飲んじゃったらとかね、えー、あまり寝れなかったとか、そういった場合は、まあその日のやるべきことをね、こなすためにカフェイン食べるの、全然ありだと思います。まあだけど、もし毎日なかったら何もできないみたいな感じなら、ちょっとね、他の要素、見直してみる必要があるんじゃないかなって思います。では続きまして、バキバキの体を保つですね。これはクソゴミです。 皆さんねステロイドを使ってるようなインフルエンサーとかインスタとかで見てあこいつらねエネルギーレベル高いじゃんめちゃくちゃハードにトレーニングできてんじゃんっていう風うに、まあ、思って、ね、体脂肪率10%以下でいるのがエネルギーレベルを、ね、上げることだっていう風うに勘、まあ、違いするかもしれないですけど体脂肪率10%以下でいるとテストステロン値も下がりますし栄養ビタミンとかも不足している状態なんでエネルギーレベルを高く保つっていうのはね 厳しいです普通に考えて、まあ、もちろん肥満な場合は、ね、別ですよもしね体脂肪率25%以上とかだったら逆にねそっちの方がテストステロン値下がりますのでそういった場合はね 15%16%17%18% とかそこら辺のね健康なレンジまで減量する必要はありますけどもしね皆さんエネルギーレベルを最高にね最適化したいっていうふうに思ってるなら体脂肪率をね789とかねそんぐらいのね劇的に低い状態にね保ったところで 残念ながらね、エネルギーレベルは下がる一方です。なので、もしもあなたがナチュラルで体脂肪率をね、10%以下保ちたいというふうに思っているなら、結構ね、しんどいですし、エネルギーレベルもね、あまりなくなります。まあもちろん、肥満な場合はね、別ですけど、もしもね、エネルギーレベルを最適化させたいなら、まあ大体ね、15から20%ぐらい、そこら辺をね、保つのがまあベストなんじゃないかなと思います。 で最後、アルコールですね。アルコールについての動画、これの、ね、2個前ぐらいの動画で、ね、アップしたんで、より詳しくね、僕のアルコールについての意見を知りたい方はね、その動画見てほしいんですけど、アルコール、もうこれ、問答無用でクソゴミです。アルコール大量に摂取した翌日、2日用で皆さんどうですかベッドから起き上がるのすらきつくないですかもうトイレにすら行くのきついですよねそのまた翌日だって皆さんの、ね、ホルモンがまだ変動しまくって、エネルギーレベルも、ね、クソもないです。しかもアルコールを、ね、飲むと、 皆さんの睡眠の質もねめちゃくちゃクソになりますしあとね免疫力もめちゃくちゃ下がりますなのでもう言うまでもないですクソゴミですまあですけど変な話ね去年まだ僕が飲み歩いてた時に、まあ、朝までねバク飲みしまくってでそこからね謎になんかジム行ってたんですよその後。でジム行った後ねなんか知らないけどねスクワット PR したりしたんですよこれも若さなのかなと思うんですけどねまあなんか一応アルコール飲むと結構アグレッシブになるじゃないですかめちゃくちゃね攻撃的になるので それをね、トレーニングで使えてたのかなというふうに思います。おそらくね、僕、もしかしたらアルコール、いいプレワークアウトだったのかもしれません。まあ、もちろん、そこでいいトレーニングできたところで、もう筋肉分解しまくった状態でのトレーニングなんで、もうさらにね、筋肉分解することになるんで、まあ、絶対ね、真似しないでほしいですけど、まあ、もし皆さんね、エネルギーレベル上げたいなら、もうアルコールは問答無用でね、クソゴミです。はい、では皆さん、エネルギーレベルを上げるティアリスト、いかがだったでしょうか もちろんねかなりまあ皆さんがもう知ってるようなね基本的なようなことばっかでしたけどまあビタミンミネラル取るだとかより水飲むようになるとかアルコール飲むなとかね、えー、そういったまあ基本的なことですけどまあ僕がねこうやってまあきめ細かくねきめ細かくでもないけどまあある程度ね、えー、詳しく皆さんに少しこうやって伝授したことによってねより意識するようになってエネルギーレベルをねぶち上げて もう女の子たちからね、もてはやされるようになってくれると思います。はい、では皆さん、この動画がね、1ミリでもためになったって思う方はね、ぜひ、LIKE だけ。LIKE だけでいいので、ぜひ、よろしくお願いします。では皆さん、またどんなティアリストやってほしいか、ぜひね、コメント欄で残してみてください。では次の動画でお会いしましょう。See you next time.